本日司会進行を務めさせていただきます川越ひなです。よろしくお願いします。まずはみゆさんからお願いします。はい、こんにちは、メイディンのみゆです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてセリナさんお願いします。こんにちは、メイディンのセリナです。ありがとうございます。では続いてなごみさんお願いします。こんにちは、メイディンのなごみです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてイエソさんお願いします。こんにちは、メイディンのイエソです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ましろさんお願いします。こんにちは、メイディンのましろです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてすへさんお願いします。こんにちは、私はメイディンのすへです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてガンさんお願いします。こんにちは、私はメイディンのガンです。ありがとうございます。そうですね、やはりあのましろさんとイエスさんはあのケプラーっていうグループもあのやっていらっしゃったので、そこで培った能力とかをこう新しくこう今回初めてデビューするメンバーの方にこう指導していくと、よりこう全員が初めてデビューするっていう形ではないので、こう経験値があるからこそこう引き出せる魅力だったりとか、あとはすぐにこうなんですかね、他のグループよりも成長速度っていうのは早いんじゃないかなと思っております。はい、なんか全員の魅力とかって何か魅力ですかまさか私が質問されると思ってなかったので。そうですね、やっぱり皆さん本当にあのお顔が可愛くってしかも本当にあの裏側とかで 見させていただいてても、あのもう結成から2ヶ月ちょっとでこんなに仲良くなれるんだっていうぐらい、やっぱりこう真城さんとかがこう中身ちゃんとかにこうお姉さんしてる姿とかあの見たりして、やっぱりそこら辺のチームワーク感っていうのは早くこうね仲良くなったっていう感じが出ていてすごくいいなと思います。あとはさっきからこうみゆさんのちょっとほんわかした感じのノリとかがなんかあのグループ全体を良くしてくれるんじゃないかなっていうふうには思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。